怖い顔してるの？うん、眉間にシワが寄ってたよ。まあ、そういう顔も時にはセクシーだという意見もあるけどさ。スグルくんっていつもふわーっとした顔してるし、じゃあ似た者同士ということで一緒に観光巡りしようよ。そうだよ。なんとこの島には世にも恐ろしい岩が存在しているのだよ。ここのは半端じゃないらしいよ。夜には吠えたりするらしいし、うん、そう？興味出た？じゃあ一緒に行こう。急いで用意してきなよ。バスもうすぐ来るよ。旅館前のバス停で待ってるね。スグル君は心配してなかったけど、リンちゃん間に合うかな。うん、お土産屋巡りしたいってさ。さっきまでここにいたんだけど、来るって言ったら部屋に戻ってった。身だしなみが気になるお年頃だそうな。私どこか変？顔
に何かついてるの？ちょっとすぐるくん、なんでそんなジロジロ見るの？恥ずかしいからやめてよ。え？いつもりんちゃんは可愛いと。そう言いたいんだよ、すぐるくんは。やだ、何言ってるのよ。そんな急に可愛いだなんて。そんな、私なんて別に。まあ、時々スカウトされそうになったりするけど。スグル君、ああいう態度は減点2だよ。周りは気がつかなくても、女の子っていうのはどこかこだわってるもんだよ。今日はいつもより前髪が揃ってる。うん、もう少し女心を勉強しよう。何二人でこそこそ話してるのよ。返しで来るとは。ちょっとだけ時間かけたから。うん。え？やだ。もうそんなに褒めないでよ。もっと言ってほしいけど。さすがスグルク。いやいや。あ、バス来たよ。それじゃ人面岩とご対面しに行こう。確か岬の先に立つと見えるらしいよ。スグル君、人面岩なんかに興味あるの？でも結局ただの岩なんでしょ？そこがすごいところなんだよ。波が岩を削って自然に人の顔になるんだよ。不思議だと思わない？だけど偶然でしょ？だからその偶然がすごいんだよ。あまり興味持てないわ。私はお土産メインなの。まあ、見てみればその凄さがわかるよ、きっと。そうかな。うん、私が保証してあげよう。せっかく来たんだし、見てみることは見てみるけど。うん、そうだね。怖かった。すごいわよね、あれって掘ったんじゃないんでしょ？
じゃあやっぱり自然の力なのね。ほんとびっくり、すごいもの見ちゃったわ。見に来てよかったかも。納得いかない。何が？もっと大きくて迫力あると思ってたからね。ガイドブックに載ってるの見たときはそう思ったよ。でも実際は2メートルそこらの大きさだし。顔の下の穴のところに風が通ってそういう音出すんだよ。なんだか想像するだけでちょっと不気味。そこも引っかかってたりするんだけど。あの人面岩、どう見ても女の人の顔だよね。うん。だったら、高音で歌うようにとかの方が似合うよ。ごめんね。期待度高かったからつい。でも、地図、私は楽しかったわよ。連れてきてくれてありがとね。喜んでくれて嬉しいよ。りんちゃんが楽しみにしてるお土産屋めぐりだよ。見たいお店チェックしてきたの。そうだね。あ、でも私自分のペースで見ちゃうから。集合時間決めて別行動ってことにしない？いいよ。私もきっと食べ物に走りそうだしね。じゃあそういうことで。すぐるくん。からくり箱だよ。これがまた難しくてね。どっから攻めるかで5分費やして、次の一手に3分費やしで、あそこのでっかいやつだよ。まだだよ。あとちょっとなんだけどね。一度解いちゃったらもういらないからさ。
自分へのお土産はもっと他のにするよ。溶けるまでこのお店で粘る。ありがとう。ねえ、私かわいいお店見つけたんだけど。お昼そこで食べない？私はどこでもいいよ。じゃあ行きましょう。